ビーで亡命者から渡された記録はここにある。ドラゴビッチの部下は全て分かっている。クラフチェンコ、クラーク、シュタイナー、そうだ、プロジェクトノバの中心人物たちだ。ノバ6、レズノフはそう呼んでいた。ドラゴビッチ、クラークについて何を知っている？ノバ6を開発した科学者だということは分かっている。ナルシストで性根の腐った天才だ。ジェイソン・ハドソンはクラークを尋問するためにクーロンに派遣された。覚えているか？なぜ俺に聞く？全てお見通しなんだろ。いいや、メイソン、数字の意味は分からない。あれがどこから送信されているかも。ハドソンに聞け。クーロンは奴の仕事だ。クラークを尋問したんだろ。一日中続けたっていいぜ。まだまだあるしな。こちらの欲しいものを提供すれば身の安全は保証する。私はすでに死人だ。世界のどこに行っても追い回されてる。お前らに見つかるなら奴らも見つけるはずだ。もうここに向かってるだろ。なぜだ？ドラゴビッチがやり残しを嫌う。奴と直接接触したことはない。シュタイナーと誰だ、ドイツ人だな。お前の仕事はどんなものだろうか？私はある種化合物の安定化を任されている。どんな化合物なんだ？ノバ6、生物科学。奴らを連れてきたな。頭を上げる。天井にハッチがある。こっちだ。急げ。こっちだ。ガスを吸ったか？大丈夫そうだ。運がいいな。吸ったら確実に死ぬ。別のかけるぞ。階段を上がれ。屋根に出るぞ。ラケット、ダウン。右側の窓だ。右。屋根に上がれ。冗談を言うな。手を貸せ。必要なものを取れ。奴らはすぐに来るぞ。死人の割には準備がいいな。運命を受け入れたからといって危機として死に急ぐつもりはないんだよ。勝手に言っとろ、イギリス野郎。よし、おい。リロードするぞ。カバーする。フラッシュバーン。窓を破ってくるぞ。エアカップ。どっちだ？左のドア。僕
況だ。迷ってるんじゃないだろうな。想定の範囲内だ。グレネード行くぞ。分かった。こんにゃじろえ。さあ、ここを横に過ぎ。屋根を見ろ。ここまでしてお前の口を封じたがっている。まだ何か隠してるな。ノバシックスのことは話したろう。奴らの活動拠点はベトナム、ラオス、カンボジアか。本拠地はウラル山脈のヤマンタウだ。スタイナーはそこにいる。プロジェクトノバの最終準備のために。他には噂でもいい、何かないのか。奴はドラゴビッチと数字の話をしていた。どんな数字だ。計画の鍵を握る数字だ。クソ、研究成果を目当てに掃除部隊を送り込んだ。いらん世話だドラゴリッチ。後始末にその手は借り。あ、弾は残ってるか。まだ先は長いぞ。こっちだ。来るぞ。
が明けるまで援護してくれ。暗証番号を忘れたのか。どこに向かう？クラークはドラゴビッチの元で働く元ナチスの科学者を知っていた。そいつの名はシュタイナー。ソ連のヤマンタウサに向かうぞ。